はい、皆様こんにちは。 N フラワーデザインスクール代表の長塚です。今日の講習会はこの枝取りというところで、講習をしてきました。結構ね、今日集まってきてくださった方々は、もうプロ級の方ばかりでしたので、そんなに僕がね講義をするようなことはなかったんですが、まあここではね復習ということを兼ねて、一応こういう枝の中から枝取りっていうのをやっていくんですね。どういうふうにこう形作れていくのか、どういうふうに切っていくと良いのかとかを簡単にまとめていきたいと思います。今日使うのはこの器ですね。ではこちらにこの1本の枝からちょっと枝だけでアレンジをしていきたいと思います。まず、まあこうやって枝がありますよね。こう枝があった時にこう、まあこのまんまこう刺したらこうバッサバサのボサボサになっちゃうんですね。だからそれをこう形作っていくんですけれども、まずこう見た時にどれが面白いと思います？この中でね、まあ、僕が見て面白いのはまず見えるのはこの枝ですよね。それからこの枝、あとはまあ上はカットしていけば面白くなるんですが、その2点がちょっと面白い。で、まあその枝もね、実はここで切ってしまうのと、あとね、この枝を残すの、残してここの上からカットするのと、こうカットするのと、形が変わって長さも変わってきますね。なので今日はちょっとこの下のこの部分を残したように、ここの上でカットしています。こういうパーツができますね。そうするとこういうパーツができます。それと、まあこの中で例えばこの枝、さっき言ったこの枝ですね、この枝はじゃあ横枝で切っていきましょう。こういう状態ですね。この2点を仕上げていきます。はい、なんか面白いね枝の見分け方みたいなものがなんとなく分かりましたでしょうか。これからはこう N スタイルといってこう N フラワーデザインスクールのカリキュラムの話になってきますので、こう N フラワーの会員さんはこう N フラワーデザインスクールオフィシャルウェブサイトの中で動画をご覧ください。一般の方は、今回ねこの本部講習会の中でうちの会員さん、まあ、インストラクターが作った作品をご覧いただいて終わりにしたいと思います。ではね、素晴らしい作品をドーンとご覧ください。どうぞ。